countdown is about to begin! It's all or nothing! 今のおめえなら、これくらいできるはずだ。コツ掴んだみてえだな。よし、次はこれだ。うん、まだまだいい感じだ。最後だ。息入れてやるよ。おめえなら着手だったな。
ご飯、お前ピッコロと修行をするようになったらしいな。戦いの勘は戻ってきたのか？少なくとも、フリーザが来た時に比べれば、マシになったと思うんですけど。まったく、貴様のその平和ボケした態度は何だ？サイヤ人ならサイヤ人らしく、もっと強さを求めろ！そもそも修行を始めたと言っても、気概が感じられん！え？僕なりに真剣にやってるんですよ。ならピッコロやカカロットのような甘いやつに師匠を頼むな。そこまで言うならベジータさんが僕を鍛えてくださいよ。断る。自分を鍛える方法は自分で見つけやがれ。ベジータさんってある意味昔のピッコロさんより厳しいですね。ぼさっとするな。敵が来るぞ。では自分に聞いたな。ムサメか。よし、次はこれだ。十分慣れてきたみてえだな。エリア、エリア、よし、行くぞ。昔とノリもポーズも同じなんだな。違いますよ、クリリンさん。あの時よりポーズが進化しています。そうなのか。いえ、あの頃よりキレがあります。それに何より気迫が違いますよ。お前はそのポーズを決めることで戦いに向けての気持ちを高めてるんだ。その通り。そうか。だからご飯もグレートサイヤマンのポーズをするのか。あれはそのついその気になってしまうだけで。貴様なかなかやるようだ。敵でなければ特戦隊にスカウトするところだ。よし、お前を戦士全力のファイティングポーズを。これがギニューの全力。いや、そんな感心することじゃ。待てよ、まさかご飯の妙なポーズも子供の頃にこいつらを見た影響。もしうちのマーロンがあれを見て真似なんてしたら。ダメだ、そんなのは教育上良くない。そうなる前に絶対ぶっ倒してやる。
ラン。うわっ、ふん、打てばその調子。たとえ一人でもこの試合の成功は知っておる。
100点満点中24点の味ってところね。あの義乳とかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。汚れ、気づいていたか。当然だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ。この私がそう簡単に貴様の餌になるとでも。その様子だと、それ相応の数を食べたということ。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから、いただきます。自分の中に他の人がいるっていうのは、そういえばこうして会話しているのは考えを共有しているってことですよね。まさかここで話していないこともあなたには筒抜けだったりするんじゃ。
あの、いつもビーデルさんとパッちゃんのことだけを考えているわけじゃないんですよ。そりゃ毎日幸せですし、二人のことを考えるとついつい、いや、さすがに人に知られるのは恥ずかしいので、知らなかったことにしてください。
ないんじゃない？40点くらいはあげてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で反省しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくなうん、おいしい。やっぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、そへえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。このクラウドは強行はしてやる。
をやってみろ。行くぞ。鉄柱を掴んだみてえだな。最後だ。いけいけてやれよ。いい修行になったな。よっ。マキシマムパワー。たとえ一人でもこの試合の成功は知ってるよ。無理でも、この試合の投稿はしてやる。ファンタスティック、アセット、ハッ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 。それにしても意外だな。お前が誰かと一緒に戦う気になるとは。言っておくが、本来の俺の実力であればお前の出番など一つもない。今は仕方なくこの状況を受け入れているだけだ。それでも以前のお前なら固くなに一人で戦おうとしただろう。お前も随分丸くなったものだと思ってな。勝手に言っていろ。言っておくが、もしこの俺の足を引っ張りやがったら承知しないからな。こんな状況だ、それはお互い様だろう。お前こそ俺の足を引っ張るなよ。始めるぞベジータ。言われなくて。よし。
バカでけえ木は。何なんだこの木。グーに似てるけどそれだけじゃない。フリーザやセル、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった？21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そうみてえだな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだぜ。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すも底辺だからな。居場所さえ分かればこっちもんだ。よし、行って行ってみっか。
Ha!
大食いでお前らサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。それにしてもまさかみんなで来るなんて、そんな
なに私に食べられたいの？まさか。探していたんだぜ。おめえを倒すためによ。嘘。私に勝てるつもりなんだ。おやつのくせに生意気ね。いいわ。そんなに食べられたいなら、今すぐおいしいお菓子にしてあげる。さあ、おとなしく私に食べられたも。ちょっと、何？せっかくやる気だったのに。わりわり。思ってた以上におめが強くなってたからさ、どうせなら思いっきりできるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに？あ、そうだ、ちょっと移動すっから、オラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？ちゅうわけで、ここで戦わしてくんねえか。はぁ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろう、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ？せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それより、あんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？見つけた！思ったよか早く来たな。ほう、あの方が。へえ。悟空さんたち、大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ。これだけいる。オラたち食いもんじゃねえぞ。クモだ。もう落ち着いていられない。なんて素敵なの。嬉しすぎて私俺がおめえの力っちまった。どいつもどいつも全部お菓子のもの全部まとめてお菓子にしてやるわ。Get ready for a Dragon Ball Rumble!見せてあげる。
ました。よかった、無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局分からずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をぼさっとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてくださいね。